さあ、このお家ともお別れね。寂しくないのは行きましょう。さあ、行きましょう。素敵なお家だったわね。だけど、さよならしましょう。新しいお家、楽しみー。新しいお家は大きな木のお家でした。早速行ってみましょう。うん、早く行こう。そうですね、こんなに立派なんですからびっくりです。早く行こう、早く行こう。もう気持ち忘れられません。そして階段を一段上がると、なんだこれは。もう一度上がると、わあ、もう一度上がります。ことが変わった。大変です。なんだか音がする。もう一度恐る恐る言ってみますと、上がり始めました。キャー、なにこれ、素敵。小枝ちゃんは屋上階に来ました。さあ、家具が増えるとどんな素敵な家になるんでしょうね。今日はここまで。